Laugh and Music Room Ice Cream Voice Ice Cream Voice。皆さんおはようございます。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス LDH3 人組ガールズユニットアイスクリームの日向とルイとゆなです。東京公演も無事に終了しました。ありがとうございました。アイスクリームライブ I2023、見に来ていただいた方本当にありがとうございます。ありがとうございます。これでネタバレが終わったので、はい、今日はこの後ライブの話もいっぱいしたいと思うんですけれども、うん、その前に、今日はですね2月28日です、今日で2月も終わりますが、うん、来週3月6日はゆなちゃんのバースデーです。イエーイ。バースデー to you。 はい、つらい気がしたけど無理だった。ゆなちゃんが、19歳に、はい、なります。わお。まあこの番組ではたくさんねお誕生日をねこうお祝いしてきたんですけれども、はい、まあゆなの10代ラストイヤーということで、率直にどうですか？今、うん、今の気持ちは19歳になる気持ちはあります。あるんだ。うん、いいね。でもラストティーンってことは寂しい。確かにね。っていうのはあるかな。去年のゆなちゃんの誕生日は何をしましたかっていうことなんですけど。去年のゆなちゃんの誕生日は、ね、エグザイルさんのオープニングアクトでエグザイルさんに祝っていただきました。ホテルで仙台のホテルでマネさんがユナさんのケーキを買ってきてくれて、マネさんになんかバスボム、バスボム、赤ちゃんのバスボムみたいなの、あとアンパンマンのリンゴジュースとか、なんかとりあえずめっちゃ入ってた。そう、チーズをいっぱいもらった。なんか全部ユナをイメージして買ってきたっていう個性豊かなものたちの詰め合わせ。なんかユナが18歳になるから確かなんか18個っていう予定だったんだけど、いざ買い終わって数えてみたら15個くらいだったみたいな。あった。そうで、私たちもその時ブレスレットをプレゼントして、覚えてる、蝶々のやつね。そう、なんかいつもだったらリオでお祝いしてたけど、その日はリオに入れなかったから、ユナもやらないと思ってたけど、突入したんですね。のホテルで12時になってポンポンってきた。でマネさんも多分ドンキかな、ドンキの詰め合わせみたいなのが最高に面白すぎて、18個じゃないんだもん。あとなんか牛、あったあった、牛すぎ、牛すぎ、そう、なんか個性がとにかくヤバかった。誕生日会だった気がする。めっちゃ覚えてる。めっちゃ嬉しかったもん。とにかくユナらしいものをホラジオからかき集めて贈呈して、めっちゃ面白かった記憶がありますね。今年はちょっとね、結構前から考えてるんだよ。そうなの？いや、なんかもう実を言うと、私ルイが、ルイの誕生日が終わった11月の日ぐらい、次の日から早いやろ、そう、これやりたくないみたいな話はしてんだけど、わかんない、まだまだちょっとですね、いろいろね、結構ね難しくて、それが難しくて、なんか実現できるかわかんないから、結構大規模なんだよね。そう、結構ね海外とかが関わってくるのよ。だからなんかそれをすることによって、ユナが主役なのにうちらが主役みたいになりかねないから、なんかユナを一人にしちゃうかもなの。え、大丈夫？だからね、多分変わるけど、うん、でもおもろいことは考えてます。打ち合わせ自体は半年ぐらい前から始まってる。全然想像つかないもん。想像無理だと思う。しかも、これはでもユナのみか、私がいつも2人の誕生日会に関わる時って1週間前ぐらいからしか動かないから。そうだよ。そう、だからあんまり想像がつかないんですけど、楽しみですね。結構まあ多分面白いことになるので、まあ3月6日が過ぎたら、うん、ちょっとね、まあ、何かしらで、そうだね、発信したいと思っております。はい、ということで、まずは1月20日に配信された新曲をお送りしましょう。アイスクリームで Lovely Better。 Wanna love me better。抑えるフェンメイクアップンで完璧な私なら愛されるそう思ってた。君と出会って本当の素顔を見つけたから。 I love you, love you, love you、 そう自分になれる。 When I'm with you 愛してる。 I promise, promise, promise、 同じくらい君に。
私にあげたいのは self love 心の中愛が溢れて giving it to ya 君に好きという瞬間もっと自分を愛せる目を閉じ未来をイメージ隣に君がいた I love you, love you, love you そう自分になれる When I'm with you 愛してる I promise, promise, promise 同じくらい君に Big love そう届く君目線で自分見てみたら I love me better, better, better そばにいたら笑顔になるから Help us meFM 大阪ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイスアイスクリームの日向とルイとユナがお送りしています。オープニングでもお話ししましたが、アイスクリームライブ I2023 が無事に終了したということで、はい、来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。名古屋大阪東京と3公演やらせていただいたので、まあ、ここからはライブの話をね、うん、たくさんしていきたいと思います。今回のライブはですね約束の場所というのがテーマだったんですけど、このテーマの意味をまずじゃあるいちゃんお話お願いします。はい、私たちアイスクリームにとって初めての、まあ、名古屋大阪東京3公演での、まあ、開催ということで、こう前回は初のワンマンライブ、有観客ワンマンライブは横浜の1公演だったので、うんうん、そこからの、まあ、ステップアップができたこともまず嬉しいですし、だからこそもっともっと大きいステージにこれから行きたいっていう自分たちの夢だったりとか、うん、もっともっとなんだろうアイスクリームの輪を広げていきたい、大きくなっていきたいっていう思いがこう強くあるからこそ、でそれをなんだろう皆さんもすごく一緒になって応援してくださってるからこそ、まだまだこう一緒につながってこの場所で約束して、うん、もっともっと一緒に大きくなっていきましょうっていう一つの決起会じゃないですけど、なんかそういう場所にしたくて、MC でもねひーちゃん言ってたけど、うん、今日この日会えてよかったなって、うん、また数年後自分たちがもっと活躍できるようになった時に思ってもらえるような場所にしたいなっていう思いで、約束の場所というテーマを掲げしました。うん、はい、本当に約束の場所っていうのをファンの皆さんも理解してくれてる感じがして、うん、一体感が、ね、あったなって思うんですけれども、まあ、名古屋大阪東京の3カ所で、うん、まあ、やったということで、まあ、それぞれ地域での違いとかありましたか？うん、なんか私ユナ的にはめちゃくちゃ大きい違いはなかったかなって思います。なんかどこの地域もすごくなんだろう、ここに来てよかったって思えるライブだったなって私ユナは思いますね。なんかこう名古屋はやっぱ初日だからやってやるぜみたいな感じがうちらもあったのがすごい良かったし、はいはい、なんか大阪は逆にこう不安とかが解消された分、なんかもっとこう巻き込もうっていう意識が強くなったりとかしたし、うんうんうん、なんか東京はもうこれで最後だから、うん、まあ、また次につなげるためにみたいな気持ちもあったりして、こうそれぞれのこう、ね、地域での良さが、うん、なんかまたそこが違かったりして私は楽しかったし、なんかそれが全部いい方向に出ててすごい楽しかったよ ね。なんか名古屋の時はそれこそ全部が初めてだったので、うん、私たちが出てきた時とか衣装が公開されてないからこそ、うん、なんかすごいみんなの可愛いとか、ね、なんちゃらこんちゃらみたいな、そうがいっぱい聞こえたのもあったし、ね、嬉しかったな。全部新鮮で楽しかったなって思います、ね、全部違う気持ちでこう挑んでたので、うん、そこも勉強になったし、そうだね、確かに楽しかったななんて思ってるんですけれども、まあ横浜でね前やった I2022 のとの違いを感じたところはなんだろうな、グッズだねやっぱり。あ、ライトがあったことが、うん、なんかまた一つ私たちのこう演出の幅を広げてくれたし、よりこう楽曲のこう盛り上がり方だったりとか、うんうんうん、こう私たちの曲が活かされてる感覚もあったなって思うよね。私は女性ファンと男性ファンの比率が同じぐらいになったことかな。なんか EXILE さんのライブ
のオープニングアクトをさせていただいたりとか、地方に回ることが、あの、去年のファーストライブからの間ですごく増えたので、あの、今までは、あの、女性のファンがすごく多かったんですけど、あの、男性の方から応援してますって言ってもらうことも増えたし、なんかそれはすごく、なんだろう、嬉しいことだなっていうふうに肌で感じましたね。まあ、親子で応援してくださってる方も多いし、多かったね。本当にいろんな世代の方がいて、なんかすごい嬉しいなって素直に思いましたね。うんうん、確かに。まあもっともっとお話ししていきたいと思うんですけど、はい、ここでまずは1曲お送りしたいと思います。アイスクリームでホワイトラブ。なんての星空が降り注ぐ夜にかじかむ指重ねながら二人歩く白い声かけてくれた包まれながら心にそっと隙が積もるよ。君と過ごす日々を幸せと呼ぶのかな。迷い踊る粉雪、二人の恋を色と思ってありふれた時間をドラマに変えてくから、だってまた会えるのにね。帰り道は寂しくれて、その笑顔を引き止めたくなる。次の街も歩幅も口ずさむかも同じになってきたね。こんな奇跡わけあって聞いていただきましたが、まだまだ話していきたいと思います、はい、あのさっきリングライトの話をねしたんですけど、うん、あの T シャツもね本当にいろんなね、あの着方をしてくださってる方がいらっしゃったし、はい、私たちのグッズの、あの T シャツもねアンコールで着させていただいてたんですけど、 それも本当に可愛くデザインしていただいて、アイスクリームらしい、うん、女子グループならではのアレンジだったなってすごく思います、うん、はい、はい、皆さんすごい褒めてくれてありがとうございます。嬉しかったです。ということで3人のそれぞれのライブの見どころはということですが、じゃあ1人ずつルイちゃんから。うーん、今回は、ま、もう終わったからこそ、ま、セトリとかも全然言えるんですけど、うん、ね、大枠として、ま、約束の場所っていうテーマがあったので、うん、時の流れとして最初の方はこう初期、自分たちがデビュー当初に出してきた曲からどん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 こう皆さんと一緒に盛り上がれるゾーンになったりとか、でもこうそれこそデビューして1年ぐらいでバラードとかたくさん出させてもらったりとか、なんかそういうしっとりした楽曲、大人に変化していく楽曲も出させていただいてたので、それをそのままセトリにしたいなっていうことで、なので最初の方の楽曲は本当にメイビース EP、 デビュー EP の作品がほとんどね、多分もう入ってたりとかして、うん、なんかそういうところも結構見どころだったなって思います。いいね、うん、それがちょっと基盤を作ってくれてたよね、うん、そう、私なんか前回はそのスクリームアウト、私たちのこうガツガツビート楽曲のスクリームアウトがダンストラックで特別バージョンになってたじゃないですか。でも今回はこうしっかりフルでノーマルのスクリームアウトをお届けしたりとか、うん、なんかそういうところもやっぱライブで見ると違うなっていうところがあったりして、私は好きでした ね。ユナは、私ユナはジャスミン、うーん、一つ
ぱあそこ気づいた人いるかな。ね、今だから言うんですけど、うん、スタンドマイクを立てて、うん、ハイチェアに座ってたと思うんですけど、うん、あれはジャスミンのミュージックビデオをイメージしていて、はい、ミュージックビデオで私たちがね実際にそのままの形をステージでも再現したんですけど、うん、向きとかもね、そう向きとかも、うん、あそこ気づいてくれてる人いたらマニアックでね嬉しいなって思います、ね、もうバラードゾーンは一旦あそこを中心に前後を固めていったよね、うん、固めた固めた、もう本当に椅子とか、まあ、スタンドマイクとか、うんうん、使えるものを使ってジャスミンを ね表現するのがはいすごい良かったよね、うん、私はやっぱりアカペラかなと思います。アンコール明けのね、あそこの、まあ、演出は、まあ、本当に見る人それぞれの捉え方をしてもらっても全然いいんですけど、まあ、私たち的にはアカペラのその TikTok の世界をこう表現するっていうので、うんうん、こう洋楽で歌わせていただいた前半3曲は、はい、もう携帯の中こう私たちのことを TikTok でこう流れて見てるようなこうネットの中っていうのを表現していて、うん、でその後ひまわりのアカペラからそのままひまわりにつながるところは、うんはいはい、まあ、現実で私たちをライブで見てるっていう感覚にこうなっていただけるような演出にしようということでね、うんうん、まあもう現代ならではの演出かなってすごい思ってて、ね、なんかエアポッツのね音ね音だったりとか、なんかこう若者だなっていうか、こう今のそこの時代を生きてる人だからこそ分かる感じが、ね、ノイズキャンセリングの音だったりするんですよ皆さん。すごいなって思ったし、なんか私たちのこのやりたいことをこうスタッフさんが組み取って、ね、具現化してくださってるのがなんかすごいなって思って、よりあそこでなんかライブの世界観がこうあらわになってるなって思うので、あそこはすごい、はい、私もお気に入りだし気合が入り、またさらに入る場所だったなって思います、はい。まあ、見どころといってもまあ全部なんですけど、まあ、本当に細かいところまで意味とかね、あるからね、書いてねやったので、まあ、本当にどれが正解とかはなくて、うんうん、まあ、皆さんがこう私たちの歌とかパフォーマンスから感じ取っていただけることをそのままね、うん、受け止めていただけてたら嬉しいなって思ってます、はい。で今回ですね、ライブ後にステッカーのお渡し会もさせていただきました、はいはい。ライブのその日にファンの方と直接会えるのって本当に嬉しいじゃないですか。嬉しかった。いろんな方がいたけどどうだった？やっぱりユナが最初に言ってくれたみたいに、うん、男性のファンの方も、ね、いらっしゃったりとか、親子で来てくださったりとか、うん、こうなんだろう、いろんな、それこそ去年か、うん、アイスクリームはたくさんリリーベさせてもらって、うん、全国各地でこういろんな方とお会いできたじゃないですか、うん、なんかそれで出会った皆さんがこの3カ所にこう、うんね、集まってきて、あああの時会えた方と、ね、今回は大阪で会えたとか、うんうん、名古屋で会えたっていう、なんかこう全部の思い出がつながった感覚がすごく特典会ではあって、うん、それが嬉しかったなって思います、ね、なんか私ユナは例えば今回ライト、リングライトを、うん、私たち自身は指につけるしか考えてなかったんですよ、うん、けど皆さんがそれを髪の毛につけたりマスクにつけたりとかしてくれたんですけど、うんね、なんか自分たちが想像してる以上にファンの人っていろんな細かいこと考えてくれてるんだなって思ったのがめちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、想像もできなかったよね、想像もできなかった。ネックレスにつけてたりとかさ、なんかより会場をねこう輝かせながらも、うん、自分が盛り上がるためにいろいろ試行錯誤して来てくれてるんだなってすごい直接会っても思いましたけど、ねはい、まあ、ライブを終えたばかりですが、まあ一個ね目標を達成したということで、まあ、次にやりたいこととかをね、うん、ちょっと話していきたいと思うんですけれども、うん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 、まあまだ行ったことがない場所がねたくさんありますし、ね、まあ、今回はリリース記念ライブなので、うん、まあ、次の目標はツアーかなと。そうだね、アイスクリームライブツアーにしたいですね、うん、ツアーっていう名前がつけたいね。ね、あとはね、私はねちょっとねライブの内容を変えてみたい。おお、なんか例えば自分たちが次のライブのツアーでできるか分かんないけど、うん、いつかバンドをつけてやったりとか、うん、なんか自分たちが逆にピアノとかギター弾いたりとか、うん、なんか新しいライブの色を
どんどん加えていけたらなと思うかな。それこそ私たちは全員が EXPG 卒業生なので、はい、もう本当に EXPG 生のみんなといつかねツアーとかでこうパフォーマンスできたら涙がちょちょ切れてベスト本当になんかあーみたいな確かに感じになる。もう会いに行っちゃうよねこちらからも。でもなんか逆に PG の子たちから出たいですって言ってくれるようなグループになりたいかな、ね、だからなんかそういうねいろんなできることがの幅が広がるためにも、まあ、次のステップに一歩踏み出せればいいなと思っています、はい、頑張ります。皆さんもついていて来てくだされば嬉しいです。はい、それではここで1曲お送りしましょう。アイスクリームで Meant to be together。 最初からきっと感じてたこと The feel is so special きらめく瞳の中さいつも探している特別なフィーリング心の奥 You and I 何もかも Free your mind 一人ならきっとできないことも君となら叶えられるよね。どんなに寂しい夜でも終わりのない道のりでも君がくれた勇気があれば I just give my hand up 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 運命が手は離さないで Sometimes 今輝く時なのいつまでも同じ夢を見よう Dreaming 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 go Dreaming 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 出会ったあの頃友達 It's alright 時代切り開く brand new world 心クリームがお送りしてきた FM 大阪ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、もうエンディングのお時間となりました。今回はですね、はい、愛2023のライブのお話をたくさんしてきましたが、本当に永遠に喋れるくらい思い出がたくさんで、まあ、面白いことも感動したことも、まあ、たくさん思い出をね残すことができたんですけれども、はい、またこの約束の場所をね忘れずに皆さんと一緒に大きくなっていけたらなと思っております。はい、それでは最後に告知をお願いします。はい、愛2023の名古屋公演の前日1月20日に新宿のラブミーベターが、開始金になって今配信されております、はい、そしてですねその名古屋公演でラブミーベターを初めてパフォーマンスした動画が YouTube にてアップされていますので、ぜひ皆さん見ていただけるとすごく嬉しいです。あの時の余韻だったりとか感覚をぜひ思い出してもらえると思うので、そちらもチェックしてください。あとですねアイスクリームの TikTok でこのラブミーベターの振り付けの映像が上がっております。ぜひ皆さん私たちの真似して、ハッシュタグ LMB ダンスをつけて、はい、ぜひ投稿してください。よろしくお願いします。お願いします。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。質問疑問何でも OK です。メッセージは FM 大阪のホームページからラフ&ミュージックルームアイスクリームボイスを選んで送ってください。来週も私たちのこと、私たちが気になっていること、流行っていることなどいろいろお話ししたいと思いますので、ぜひお聞きください。ラフ&ミュージックルームアイスクリームボイス、アイスクリームの日向とルイとユナがお送りしました。2月も今日で終わりです。明日から3月、もうすぐ春です。皆さん、たくさん新学期とかそうだ、ねね、たくさんあると思うんですけど、私たちと一緒に頑張っていきましょう。ではまた来週、バイバイ。